こんにちは、武田クリーニングです。いつも YouTube チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。当店のチャンネルはお客様のご依頼によって成り立っているチャンネルでございます。趣味抜きのビフォーアフターをお見せしておりまして、今日ご紹介のアイテムはですね、ノースフェイスのジャケットなんですけども、非常にねコンディションが良くて、まだね新しいそうなんですよ。で、新しいそうなんですが、ちょっとね飲食に伴うシミが飲食店でついてしまったというふうなことでね、今後ろ身頃の裾のところを見ていただこうと思うんですが、ね見えますか、ここです。ここ黒くなってるところ、ここですね。この部分がシミです。飲食店でついた油シミだろうというふうなことでね、着用して、飲食していてついてしまったシミではなくて、脱いで、置いていたところとか、そういったところから背中のお裾のところについてしまったものじゃないかなというふうに思います。こちらですね、機能性の高いジャケットでございまして、撥水性とかね、そういったところを意識して作ってあるんじゃないかなと思うんですが、ドライクリーニングができませんというふうに書いてございます。なので水洗いをしなければならないんですが、洗濯表示こちらですね、見えますかね。はい、ドライクリーニングをするができるとね、油汚れ非常に効果的に落とすことができるんですが、こちらドライクリーニングをしないでくださいというふうに書いてあって、文章でも絵文字でも書いてあります。なので水洗いをするんですが、水洗いで油のシミを落とすというふうな作業になります。ただですね、シミ抜きのために薬を使ってここを部分的に濡らすとね、一時的に濃い色になりますから、濃い色になっちゃうとシミの色と同化しちゃってね、シミが落ちてるかどうかっていうのが全く分からなくなるわけですよ。で、落ちたかどうかを確認するためには、すすいで、十分すすいで中和して乾かせなければならない。ところがこの類のお洋服って脱水が効かないんですよね。で、すすぐといっても染み込んでくれないので、広範囲に濡らさなければならなくなります。その辺の作業性、メンテナンス性が非常に悪いアイテムではあるんですが、こういったゴアテックスノースフェイスのジャケットっていうのはお問い合わせ非常に多くてですね、特に油汚れが家で洗っても取れないというふうなことでご依頼がありますので、確かにメンテナンス性は非常に悪くて、強いシミ抜きがしにくい、しにくいというのは望ましくない変化が生じてしまう可能性が増すからなんですけども、しにくいアイテムではありますが、なんとか綺麗にしたいなというふうに思います。ノースフェイスです。はい、出来上がりました。状態見ていただきたいと思います。まずね、シミですね。シミ、この辺だったと思いますが、いい感じに綺麗になっております。全く色の段差がなくなってますね。綺麗になって本当に良かったです。作業している時にね、これぐらいで取れてくれればいいなというふうなことで、やって、中和して、すすいで中和して乾かして、で、見てみたらまだ残っていたというふうなことになるとね、かなりちょっと時間がかかってがっかりなんですけども、だいたいテストをさせていただいた感じでは、これぐらいでいけるぞというふうなことが分かったので、うまいこといきました。そして撥水加工もしてありますので、ぜひお客様、自宅に届きましたらですね、コップにお水を汲んでいただきまして、ジャーッと洋服にかけていただければ、どれぐらい水が弾くのかというのがね、分かっていただけると思います。本当に使用感が少なくて、ほぼ新品みたいなね、状態のジャケットでした。綺麗になって本当に良かったです。ご利用ありがとうございます。